chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. GT オンライン、クイックアップデートはいつ来るのか。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで、今回なんですけれども、前回のね、先週の火曜日、6時過ぎぐらいですね、日本時間で、大型アップデート、サマーアップデートが配信されました。そこから公式の案内で約1週間後、日本時間で言うと、8月18日っていうね、日付で、イベントが終了となるっていう風に、公式の方で案内がありました。なので、ちょうどね今、8月、18日の、6時半過ぎですね、再起動で、GT Online に入ってみるとまだね、クイックアップデートのようなものは反映されていないようです。この動画がねちょうど公開される頃にもしかしたら入れ違いでアップデート配信されている場合はライブなどでね案内をする可能性ありますけれども、現時点収録している6時35分から40分ぐらいの間ですね、この時点ではクイックアップデートは来ていないと。車両なども特に割引もなし、景品の車両もなし。そしてこのね、一番ねクイックアップデートどこが入ってるのかって確認するといいのは、割引入ってるところの車両とかね、または物件とかを見ます。で今回高級物件の安い順に並べるとここが割引になっていたので、ここがね普通は変わるはずなんですね。またオプションからジョブで、ロックスターゲーム作成の、今回ミッションでスーパークルーザー報酬2倍とかあるんですけど、これがね、報酬2倍がやめるはずなんですけれども、まだ継続している状態ですね。またレース、ここも、オープンホイールレースが、2倍となっていたら、まだねクイックアップデートは反映されていないということになります。なので現時点で18日6時40分ぐらいですねの時点ではクイックアップデートはまだ来ていないと。まあこれからね、どういう風になるか分かりません。もしかしたら8時頃来るかもしれないし、いきなり深夜の12時頃に来るっていうこともありえます。過去にそういうことがありました。で公式の方でねまたね15日付でここ変わってました。ロスサントスサマースペシャル15種類の新しい乗り物っていうのがあります。ここにはね、追加されたものが結構まとまってるんですけれども、この中でも車両のね写真とか見てもらうと分かる通り結構かっこよく乗ってますね。まあこういうのはねロックスターエディターとか写真とかね撮るね参考になると思います。また、この車両15種類もあるので全部買うとなるとめちゃくちゃ高額で、フルカスタムなんてすると3000万ぐらいねかかってしまいます。クルーザーもね購入するってなった場合ですね。なので、何を買おうか迷っている人は固定コメントから、車両のねカスタム例だとか、予算はいくらですよっていう動画がね、ちょうど1週間前ぐらいに出してますので、そちら確認してみてください。このようにね、自分でね思ったカスタムと全然公式のねカスタム違うものがあったり、またはねこの写真の撮影の仕方ですね、結構ね勉強になると思います。まあ、こうやってねソーシャルクラブっていうのがあります。これ、ロックスターソーシャルクラブって言ってね、Google で検索すると大体出ます。で、そこにちゃんとね、18歳以上のゲームなので、年齢を入れて、ログインする。自分の、ソーシャルクラブのアカウントでログインすると、このようにニュースというところにアップデート情報が大体出ます。またね、イベントっていうのがあります。これ、レッドデッドリデンプションと一緒なんですけれども、レッドデッドの方の、イベントは全部終了となってます。で、GTA の方もね、この8月17日付です。これは、海外の時間なので、日本時間で言うと8月18日の大体過去の、クイックアップデートは5時半から6時ぐらいに来てます。それが現在6時半過ぎでも来ていないということで、ちょっとね、これから8時ぐらいまでに様子を見る。また、いきなりね、前、F1 のね、車両が販売される前に、いきなりね深夜の12時頃ですね、ルーレット車両が F1 の車両になったってことがありました。販売される前にいきなり来るっていうね、まあちょっとしたねゲリライベントみたいなことをやったことも過去にあるので、まあそういうのがねもしあったら、ツイートとかまたは、このねチャンネルの方でライブとかでね、案内していきたいと思います。
まあ、現時点でね、このようにね、再起動してます。必ずね、セッション移動とかでもクイックアップデートっていうのは反映されるんですけれども、まあ、完全に割引とかがね、ちゃんと綺麗に反映されるっていうのは、GT アプリを再起動です。必ず閉じてもう一回ね、入るっていうことをすると、確実に価格とか、またはジョブとかが混ざった状態じゃなくね、反映されます。混ざった状態がどういうことかというと、先週のものとね、割引が混ざった状態の表示をされてしまうんですね。再起動をかけてないと。なので、クイックアップデートを確認したいときは、このチャンネルの方をね、確認してもらったりとか、またはね、自分で再起動をかけるっていうことをしてください。そうすると、まずね、確認してほしいのは、このルーレットの景品、または割引車両があるかどうかとか、割引の、アパートなどが変わっていないかどうか、またはね、ジョブ報酬2倍のね、ジョブとかが変わってないかっていうのを参考にしてみてください。結構ね、ソーシャルクラブは、これ加入しといた方がね、メリットたくさんあります。もしもね、ソーシャルクラブの加入方法がわかんない人はね、初心者講座っていうのを第1弾でね、解説してるので、これ入っといた方がいいです。メールアドレスさえ1個あればね、登録できます。PS4 本体からでもね、できます。パソコンは必要ありません。そうすることで、無料のエレジ、RH8 というね、車両をもらえたりだとか、またはね、いろんなメリットね、たくさんあります。なので、ぜひね、入っておいた方がいいですね。再起動かけて確認するポイントは、今週で言うと、このアパート、高級物件、安い順並べて、ここの赤いセールがなくなったら、クイックアップデート反映されてるんじゃないかということになりますね。必ずね、アプリは再起動してみてください。というわけでね、これ最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしもね、この動画が出る頃とかね、入れ違いで、クイックアップデート反映された場合はですね、ライブで案内してると思うので、そちらを参考にしてみてください。とりあえずね、今週来んのかな、どうなのかなっていう人向けの、とりあえずのね、動画となります。もしかしたらロックスターのミスで火曜日じゃなくて木曜日になっちゃうってこともあり得るんじゃないかなっていうのもね、頭に入れておきながら、今日の12時ぐらいまではね、ちょっと警戒しておきたいかなっていう感じですね。また追って、動画から、説明、お知らせしたいと思います。